日本大阪府大阪市住の駅、三崎三崎は大阪市住の駅にある地名。2020年2月現在、1丁目から8丁目まである。区の南東部に位置する。東は浜口西、南は北島、西は南加賀や、北は中かがや、東加賀屋と接する。本節では関連する、町、字についても記述する。三崎町1944年。 大阪市住吉区南加賀谷町、浜口町の各一部より成立。はじめ1から3丁目、1953年から1から5丁目まである。同年、南加賀谷町、北島町の各一部を編入。1974年、住江駅、浜口西一の3丁目、三崎一から8丁目、北島一から3丁目となる。三崎1974年、 住吉区三崎町一の五丁目、南加賀谷町、北島町の各一部より成立。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に、 学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、住の駅の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。括弧内の停留所は矢印の方向の時の未停車。ありがとうございます。